タイガーファンンディング新しい未来をつかみ取れまあここまでのやり取りでやっぱりあの皆さんが気になってるのは本当に内装がえその企業でできるのかその物件取得費と内装ですよねそこがいけるのかっていうのがもうみんな無理だろうと思ってるわけです。はい、あとはえ損益分岐点が分かってない、はい、一応今も出てないですよねそこの2点をクリアしないと多分お金出ないと思うんで。はい ちょっっと頑張ててみてくださいその2点を僕たちを、はい、この価格内でできますっていうこととか前期分岐点はいくらなんでこのくらい黒字出ますみたいな話をその2点をなんか僕たちを説得してもらえますか、はい、えっ、ー、とまあ正直内装工事費に関しては僕も結構収まらないとは思っててほう、まあ、自分の中で今回のそのプランの上限価格をまあ設定しててまあその中で ちょっと考えちゃってたので、まあ、少ないかなとは、えー、正直思っていや流されんのやめろやあ,あさっきから、はい、社長に何か言われたらそれに合わせて答えたって金出えへんて、はい、やめろ自分の気持ちを答えろはい <laughs> かっこいい昨日もずっとこうだったんです <laughs> ぶち切れて僕昨<日> <laughs> はい。志願者んトラなのになのに なぜか本気になっちゃった電話の虎の名前名乗るなー言ってめちゃくちゃなっちゃったですね <laughs> 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 でもお金出たんですかその結果はい。事前の調査をされてないから自信がなくて流されるんだと思うんですよね、うん、もっと調査していろんなこう、えー、事実確認してたら、はいえー、なんていうんですかね自信が出てここでも流されないと思うんです、はい、これ地方の射抜きの開業資金ですよこれ 渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあなたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りるあの首都圏じゃないですよもはやね、えっと。足りないお金に関しては自分で、えー 銀行の方から融資してでも、えー、この店はやりたいと思ってます。融資されるんですか。はい。なんで。あ、そう根拠だと。あ、そうですか。そう。だってそんなね個人 C を持ってるんですか。ええー、はないです。借りれないでしょ普通に。普通に借りれないでしょ。なんかあるんですかこれまで貯金がたくさんあるとか。そんなにないです。一千万ぐらいあります？貯金。ないです。借りれないでしょ。行ったんですか金,金融機関。えー、はい。 それでどういう反応でした、これ、200万出すよって話ですかまあ一応、決定はしてないんですけど、お、まあ、話は検討していただいてますまあおそらくあの、まあ、借りれる、借りれない別として、借りてでもやりたいという気持ちがありますよという意味ですね、はい、要するにそういうことですね。これ、やるって決めたからどれぐらいなるんですかえっと焼肉屋さんですか、はい。このチャンスが出てってっいいうんでですすか、えー、3ヶ月ぐら <laughs> だって今申し訳ないんですけど焼肉や開業資金ってくぐったらだって3000万って出てきたんですけどこんなの記事も読んでないん大体いい調べたらまあ2000万ぐらいとは見て、まあ、その内装が全部機材があるので <laughs> まあネット情報とね事実全然違うと思うんで実際にやっぱりこう新宿の立地を見てえみ、まあ、見積もりだけでも取ってみてやるべきだったと思うスケルトンからの造作っていうところ何にも考えてないですよね、はい き設定になっちゃってますよねやっぱりね、はい、まあこれはあのちょっと彼をかばうわけじゃないんですけど実はあの彼最初世田谷っって言ったんですよ<ー>彼の地元が世田谷なんでねで世田谷でやればあのすごく自分のネットワークの中で来るっていう自信があったんでしょうねでもそこを昨日みんなにボコボコにされました僕いいと思うんですけど僕もどっちかっと,とそっちの方がいいと思いますそうじゃなくて これは令和の虎の聖地で令和の牛をやりたいって言ったからなんですよだったら世田谷愛を溢れて世田谷の牛にするならいいよと令和の虎っていう以上はみんな世田谷なんか行かへんやんっていう話になったんですえっと僕の質問の,その内装が足りるのかっていうことと損益分岐点っていうのがあんまり明確な回答はないってことでいいですかそうすると逆転のチャンスはないってことですかね えー、内装工事費に関してはちょっと下調べがしてないのでけどその時点でもう足りなくなっちゃうじゃないですかそうするとじゃあ足りないかもしれないってことですよねそうです足りるっていうこういう流れ足りるっていう理由があれば出るんですけどまあ足りないかもしれないってことですよねそ,うですその時点でちょっとなかなか出しづらくなっちゃうんで実際のところは株式会社ハレルヤ代表斎藤智春 世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモ・ハッピーとしての活動で年間売上は30億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのかどうなんですか世間的に見たら中級っていうこともさっき言ってたんで、はい、こっちが正しいですかね、はい、価格帯は中級で内装とかはもう全然力入れないでやるっていう感じだったんですかね どうういその汚い感じでは正直考えてなかったです、うん、ただその都内にあるような超高級みたいな感じも考えてなくて、まあ、スタンダードな感じみたいなそうです、まあ胃抜きにしても少し綺麗にして、まあ綺麗なお店にはしたいと思ってますがその超高級ではないですちょっと綺麗にできたらいいなみたいな、うん、あとはその料理の質肉質的には高級店と同じぐらいの ではや,、うん、や,やろうと思ういや今ね、パパってググったら一昨日登録で新宿三丁目で三十坪の焼肉店いぬきで四百万で譲ってくれるらしいですよ。四百万はどっちますよ。はい。残ります？これ調べてないですか？これ。一応なんか飲食ドットコムってところでは調べました。えなんでこれこういう路線を探らないんですか？なんかスケルトンにこだわる理由があるんですか？ スケルトンの方がなんか安く済むって思っちゃってたとこがあって機材があるのでああなるほど入れ替え費用全部入れ替え費それはジョーさんには謝ればいいだけですよそんなの <laughs> ごめんいらないって <laughs> えだってそれ以外の造作費用の方が高いですよ正直なところけど居抜きやったらだって400万に入ってるんですよジョーさんから330万でだってそ機材だけでしょ、はい、内装費全部込みで400万で譲りますよっていう案件あるじゃないですかでそれはなんかジョーさんにやっぱあれなんですか気遣ってるんですか それを使うという前提の条件でこのプロジェクトを進めるっていうことを考えてるわけですねやっぱりそのロースター自体がかなりいいものなのでそれはぜひ使いたいなとは思ってますそれまあ後から別にね入れ替えればいいじゃないですか利益出たらまあどっか倉庫にでもしまっといてもらって、はい、後でこっちで利益出たらそれに入れ替えようと思うんでっていう話でもいいと思うんですけどねだそのなんか謎のこう条件縛りというかまあもういろんな人の思いを背負ってるのは分かりますけど、まあ、それとこれとはまた別かなと思いますけどね なんかみんなのためにやってる感じがして本当にやりたいことやれてないんちゃうのって感じちゃうんですけどそんなことないですかいやそんなことはないです本当ですか、はい、世田谷やりたいんじゃないですか本当は昨日まではそう思ってたんですけどやっぱりいろんな方の話聞いて自分の考え方が本当にちょっと偏った考え方してたなっていうのは昨日本当に痛感していやあの僕思うんですけど、はい、全然別に僕田中さん自体悪いと思ってないんですよなぜかというと おそらくままだだ、ね、勉強の途中だと思ってます、はい、なのでビジネスの勉強がまだでききってなくてでそのまま出てきちゃったんですよね。なのでむしろ勉強になることが今多いんだと思うんですよ。虎、はいね、の人たちに、まあ、昨日も言われてでいろんなこと言われた中であ確かにそうだなそう言われたらそうかもって逆に多分尊敬してくれてるんだと思うんですよね。で僕たちの言うことを素直に信じてくれて、はいね、あ言われてみればそうだなってここで今勉強しちゃってる感じなんですよ。 だから、勉強を終えてからやっぱり来た方が、多分強い自分を持ってこれると思うんですよね。はい、なので、いい勉強にはなってると思います、僕はだから彼が結構ね、そのしょって見えるんですよね、やっぱりその投資482万集まったっていうのは大成功じゃないですか、言、はい、うなれば、なかなか集まらないですよね、普通に考えて。はいはい、けども、そのまあ社長たちの多分パワーもあると思うんですよね、やっぱりやるからには俺、何十万使うよって、何十万使うよって言ってくれてる人が来にくい場所には作りにくいですよね。はい そう,そういうことになっちゃうんですよ、けどそうじゃないよね、ビジネスって、別にその人のためにやるわけじゃないんだから、けど、まあ、その人がもう月1回、まあ、毎週来てくれるって言った人が、はい、2> まあ月2回になってでも、やっぱりそれは、まあ、僕、こういう考えがあって、ここにしたんですっていう思いがちゃんとその人に伝われば、例えば、あじゃあそのエリアにいる社長に紹介しとくから、行ってもらってくれよって、絶対行ってくれると思うんですよ、応援してくれたらね。 だから別にそこはそういうなんかこう1人のとか2人の3人の,の個人的感情にこのビジネスプランを惑わされない方が多分長期的にはいいんじゃないかなと思いますよ俺は。だから僕が言ってるのって多分一般的なまあどちらかというと経営者寄りの発言であってもっと個人的な感情とか思いがあると思うんですけどそれを僕らの理屈に今押し潰されてると思うんですよ。 それって非常にもったいないっていうかまあたかだか個人の焼き肉店なんで潰れてもね、まあ、自分が僕らがちょっと損して自分が死ぬだけじゃないですかだからそういう問題なんで要は自分がもっとこういうコンセプトでやりたいっていうのがあればもっと言った方が心動くと思いますけどねなんかないんすか、まあ、コンセプトというか僕はやっぱり昨日「虎の穴」に出させていただいてもともと自分が考えてたプランとはまあ皆様にいろいろ意見いただいて。 本当にちょっとすごいい狭く考えてたた。なっていうのは、昨日実感しましまそれで昨日本当に480万円っていうお金が出て自分でも本当にびっくりして皆様が自分にここまで期待をしてくれてるんだっていう気持ちがすごくあってその人たちの気持ちは絶対に無駄にしたくないですし何としても今日は、えー、取りに来たつもりです。 虎たちやサロンメンバーの意見の狭間で揺れる志願者この攻防戦どう決着する最終決断の時は迫る、えー、肉屋をずっとやってきてその自信と、えー、プライドは、えー、あると思ってますただ今回の、えー、プランに関してちょっと至らない点があったのも、えー、反省しております、えー、僕は、えー、オンンンラインサロンの メンバーの気持ちを背負って、今日う、覚悟を持ってきました、その気持ちが少しでも伝わったらいいなと思ってます、よろしくお願いしますはいでは、えっと今日の希望金額が、えっと、5十8万円です、これを、えっと、全部自分で出してもいいよという、全出しの方がこの時点でいらっしゃいましたら、えっと、ご表明いただきたいんですけど、いらっしゃいますか。 質問いいですかはいあー、びっくりしたはい俺れ、出すと思うよ質問はい、どうぞはい岩井さんは、僕よりもはい棚弘さんをよく知ってるじゃないですかはい昨日と今日見てて至らない点もあって結構お怒りのシーンもあったと思うんですけどはい彼はやり遂げると思いますあ、やり遂げると思います間違いなくロックを置けばいいですかねはいただし、条件付きなんですけど 1>, えー、1つ目これは緩いですえっ、ー、と100万円ごとに僕が好きな方に永久無料の権利をプレゼントしてもいいですかはいお願いしますお店が大丈夫ですお店がこう集客がはかどるような方にあげたいですよねできれば、はい、っていうので僕が行った時にお連れ様連れてくる人数分よりはそっちの方がいいかなと思ってはいで2つ目、えー、東京都新宿区高田の ババだったら出します<ー>なんでかっていうと令和、はいえー、の虎チャンネルの、えー、運営している岩井さんの会社モノリスジャパンさんが高田のババにあります、はい、で、僕が、えー、経営しているハレリアの本社本店も高田のババにあります、はい、おのずと協力しやすい土壌ですで、周りのお客さんを街でお迎えしてカジュアル会食とか飲み会っていうのも結構 あるんで僕たちの会社だけでもそれは結構武器になると思うんでかつ高田の馬場は上、えー、降者数で日本トップ15に入る世界トップ15でもあるんですけど、はい、入る駅なんで交通の便もいいですで家賃も歌舞伎町に比べたらだいぶ安いところがあります、はい、で地下とか2階だったらまあなんとかいけるんじゃないかなっていうで、えー、これ以上お金がかかっちゃうかもしれないんですけど、えー、オーバーする分は僕が融資します で、えー、そうですねそれで今後今日言われたことをいろいろまた検討していって花弘さんが実際もっとお金かかっちゃうけど高田馬場でやるっていうんであれば出しますはい、はいえー、トム・ハッピーからこういう提案がありますけど田君どうですかぜひいらしてく,ください。よろしししくお願いしますお願願いいまますす では皆さんえっ、ー、と一人出しっていうことで立候補いただきましたんでこれでい義なしでよろしいでしょうかないですはいでは、えー、この段階であなたの希望金額に出しましたんで今回は完全オールですおめでとうございますありがとうございますはい、えー、<laughs> たまたまなんですよねあの令和の寅の小野律さんとうちが高田馬馬に両方あってで今回のプランにも噛み合うっていうのをたまたまなんですけど うちもその店の方でもなんかいろいろコラボして、まあ、カード屋と焼肉屋ですけどなんかできたらなと思いますし、えー、一緒に僕も考えるので頑張りましょうはいありがとうございますよろしくお願いしますもハッピーの条件を受け入れ見事オール達成ジョーの意思を継ぐ男の新天地は高田馬場ババサロンメンバーや虎たちそして主催祝いの期待を背負い新たな虎の子の挑戦が始まる その背中を見送りタイガー・ファンディングは次なる志願者を待つはいということで皆さんご視聴ありがとうございましたえっ、ー、と今日はですね3月30日ですえー、でですね、まあ、とにかくあのまためちゃくちゃ僕が叩かれる回になってしまったとあのもう自覚をしておりますので、えー、覚悟はあるんですけど実際あの ねえ、虎の穴の方も、はい、本編の方もどうでした私そうですねかなり張し <laughs> いただきましたいやなんかね今日実はちょうどね、はい、初号が上がってきたのよあ、はい、見たの、はい怖い怖い <laughs> 我ながらめっちゃもう。 これみたいな喋り方。<laughs> そうで本当に <laughs>、えー。だけどねあの実際はもうオンラインサロンでも長くお付き合いをしててです、ねはい、こんなに仲良しなんで皆さんあのぜひご理解いただきたいと思いますさあえー、っと、えー、あれからですね、えー、ちょっと経ちましたけど、えー、物件見つかった、えー、結果から言とまだですねまだねはい、はいえー、これから多分4月に入ってから物件がどんどん出てくるだろう,う、ね、というトもあピーの言葉があったので、えー、そこから本格的に 探すすいう感じでね。今日の動画はですね実は番組の裏側っていうかねいろんなことをちょっとやっぱ話をしようよということで実はですね棚弘くんが新しく YouTube チャンネルを始めることになりましたよろしくお願いしますその名も「令和の牛チャンネル」ベタベタですということで今日概要欄に貼っときますのであのこのままですね 棚弘、えー、君のチャンネルに行っていただくと最初3本とか4本とか多分流れてるかなはいねあのいろんな、えー、ことが、えー、とそこでまたあの新たに発見もあると思いますし面白いコンテンツもこれから盛りだくさんになってくると思いますのでぜひ皆さんチャンネル登録をお願いしたいと思います田弘君一言どうぞはい、えー、この度、えー、YouTube チャンネル「えー、令和の牛を」を、えー、解説することとなりました、えー、僕は肉屋一筋20年、えー、肉と向き合い包丁持って、えー、ずっとやってまいりましたので youtube とかそういうことはちょっと苦手なんですが皆様に喜んでもらえるもらえるような面白いチャンネルを作ってまいりたいと思いますのでぜひご視聴いただきたいと思います打倒お肉の上チャンネルそうですねはいはい頑張りましょう頑張りますはいお願いします令和の虎はタイガーファンディングだけじゃないんですその他のコンテンツは令和の虎ガインこれもここれも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 